皆様こんにちは、村岡美里です。今日はですね、タイトルの通りコーディネートの取り方初級編でございます。ということで、私がインスタグラムで投稿しているコーディネート、こんな感じで投稿しているんですけど、今回はもう本当に基礎的なところ、これはもう絶対にやった方がいいですよっていうのをご紹介したいと思います。プライベートで撮ったりとか、あの友達取り合いっこする人とかも参考にしていただければと思います。はい。で、私は普段このピクセルっていう携帯と iPhone を持っていて、今回はインスタグラムでアンケートを取った時にやっぱりあの iPhone ユーザーの方の方が多かったので、今回は iPhone での写真の撮り方というふうにご紹介させていただきます。はい。それでは紹介していきたいと思うんですけど、まず一つ目のポイント、まず設定です。グリッド線をつける。皆さんついてますか？グリッド線、これはこんな感じで画面内にこう平行な線を入れてくれるやつがあるんですよね。縦と横の、これをグリッド線というんですが、まずこれを設定してください。で、設定はまず iPhone だったら設定のところを押してもらって、カメラってとこ押すじゃないですか。で、このグリッドってところを、グリッドってずっと言ってた、グリッドってところをオンにしていただく。するとこんな感じでラインが出てくるので、まずこれは絶対に設定してください。はい。今説明したグリッド線なんですけど、写真を撮るときにどういう風に使うかっていうと、はい、まずこんな感じで撮りますよね、コーディネート。こういう時に撮る時に、これグリッド線が斜めになってるの分かりますか？背景に対して線が斜めに、わ、もうすごい。でもこれあるあるなんですよ。斜めになっちゃってましたよね、今。はい。で、斜めになってしまうとどういう写真が撮れるかというと、こちら。わかりますか？バランスがとても悪くて、さらにこのままインスタに投稿してしまうと、フィードが、インスタのね、フィードっていうのはインスタのあの、9つのマスのところの部分なんですけど、あそこが、なんかね、ガタガタになっちゃってバランスが悪いんですよ。なのでまずは平行に、垂直に、綺麗に撮るっていうのを心がけてください。あとでこう調節したとしてもなんか難しかったりとかして、こう後ろの建物とのバランスも悪かったりするので、ここは撮るとき、撮る側の人はぜひ気をつけた方がいいポイントでございます。もうこれを気をつけるだけで一気に写真のクオリティが上がるので、このグリッド線に気をつけたバージョンを次お見せします。こちらです。はい。ちょっとこれ引きなんですけど、こんな感じで分かりますか？後ろの壁に対して床も平行ですし、綺麗に平行ですよね。しかも線のちゃんと真ん中に人物を持ってきているので、もうこの写真とかはほぼ編集なしでそのまま傾きとかなしで上げれるんじゃないかなと思います。うん、いい感じですね。はい。っていうのが一つ目のポイントです。なのでグリッド線設定してなかった方はすぐに設定して、明日からクオリティの高い写真をぜひ撮ってください。はい、それでは二つ目のポイントです。二つ目のポイントは、これ撮る側と撮られる側にあるんですけど、ヒールとフラットシューズで撮り方を変えるっていうところです。ちょっとこれなんてまとめたらいいかちょっとわかんなかったので、実際に見ていただければなと思うんですけど、これフラットシューズを履いてるんですよね。なのでどうしてもやっぱスタイルが悪く見えてしまうんですよね。で、カシャ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 このまま撮ってますよね。さっきの平行とかはバッチリなんですけど、で真ん中にも来ててパシャパシャ撮ってますよね。はい。ってなると完成した写真がこちらで、まあ、そんなに悪くはないんですけど、なんかスタイルがやっぱヒール履いている時よりはあまりよく見えなかったりとか、まあ、立ってる人も棒立ちで普通に立ってるだけなので、あまりお洋服が可愛く見えたりとか、特にまた足元がポイントがあるサンダルなんですけど、それもあんまりよく見えてないですよね。なんですけど、こちらをご覧ください。どうぞ。はい。このままカメラマンさんがちょっと気持ち下から煽るようにして撮ってるんですよね。
ただこの時も平行感覚はずらさずに綺麗にグリッド線に合わせるようにして、そしてさらに撮られてる側は足を一歩前に出して撮ってるんですよね。これもすごくポイントなんですけど、フラットシューズとかスニーカーとかヒールがないものは足を前に出して全体の縦の長さを強調したりとかするだけでもさらによく見えるので、ちょっとね足を一歩前に出すとかいうこだわりもすっごい大事なので、こんな感じです。写真はクオリティ上がりますよね。めちゃくちゃ上がるんですよ。なんか比較するとより分かりやすいと思うんですけど、ポージングとか、まあ、こうお洋服に合わせて写真を撮ってる人もちょっと動かしたりとか、撮られる側もちょっと動いたりとかが大事です。次はこのサンダルも撮りたいなって時とか、こんな感じでちょっとその場で何回か前に行ったり後ろに行ったりとかしてカシャ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 撮ると出来上がる写真がこんな感じでございます。なんかこういう写真よく見ませんか？こういう写真も忘れずに撮っとく、まあ、これだと見えるのがウエストのリボンも見えるしバッグも見えるし、手につけてるこのバングルも見えるし、シンプルなコーディネートの時のこだわりとかもこんな感じで撮っておくとよりいいと思います。はい、それでは次のポイントです。次のポイントは画面の下指1本余白を作るっていうのがポイントです。じゃあまずこれ NG ショットを見ていきたいと思うんですけど、 NG ショットがこちら、画面の下スレスレに足があるの分かりますか？もうこれでも全然悪くないと思うんですけど、結構下のとこ、あ、もう今切れちゃいましたよね。あ、また切れちゃいましたね。こんな感じで動いて撮ったりするときに足元が切れてしまうんですよ。足元が下ギリギリだと目線が足元に行かなくて、例えばシューズがすごく可愛いんですけど地面スレスレだとあまり目が行かないとかいう現象が起きるんですよ。なので画面の下は指1本分ぐらい余白を作って写真を撮るとよりバランスがいい写真が撮れると思います。じゃあその余白を開けて撮ったものをお見せしますね。これ指1本分入れます。はい、このまま撮っていきます。カシャーカシャーって感じで撮っていきますね。これはで平行にして撮っていくと、はい、こんな感じの写真になるんですよ。これクリアヒールが可愛いサンダルなんですけど、やっぱこっちの方がすごく目がシューズにも行きますよね。なので全体のバランスを考えて撮ってみてください。はい、それでは4つ目のポイントはたくさん動いて撮るです。じゃあもう早速ね、これもね動画でご紹介させていただきたいんですけど、まずこれはその場であまり動かずに立って撮ってるバージョンです。でもこれはもう下もちゃんと指1本分開けてグリッド線もすごい綺麗で、まあ、これでも全然悪くないんですよ。これでも悪くないんですけど、まあ、そうですね、出来上がった写真はこちらで、例えばワンピースのひらひらとか、なんかこの広がる感じとかふんわりした感じとか素材感とかもそうですけど、あ、なんか軽そうなワンピースなんだとか、画像で伝えるためにはやっぱり動いてるっていうのがとても大事なんですよね。なので次の動画がこちらです。こんな感じでとにかく動く、こういう風に動きが出るものは特にですね、パンツとかはそんなに動かなくても綺麗に見えると思うんですけど、ワンピースとかスカートとかはこれぐらい動いて撮るとこんな感じの写真ができます。なんか素材感が伝わりませんか？静止画でもより素材感が伝わりやすくなるかなと思いますので、ぜひ皆さんこちらもですね実践してみてください。最後、まあ、さっきのシューズ撮ってた時と似てるんですけど、これは特に袖にボリュームがすごいあって、よく見るとこの袖のこのくるぶしじゃないこの手首の周りだけちょっと柄が細かくなってるんですよ。なんかそこがすごいおしゃれだなと思ったポイントだったのと、あとウエストマークの感じとかもこういう写真を撮っておくとすごくわかりやすくて、お洋服の良さがより伝わりやすいかなと思うので大事かなと思います。インスタグラムでコーディネートを撮るコツ初級編という形でやらせていただきました。はい、まあ、今は動画とかもたくさんある時代で、まあ、特にこうやってね YouTube でこうでああでって紹介した方がやっぱわかると思うんですけど、まあ、皆さんがこう日頃ラフに見るのってやっぱりインスタグラムだったり静止画
とかの方が、まあ、なんか空いた時間に手軽に見れると思うので、写真って大事ですよね。今回は写真の撮り方のコツをご紹介させていただきました。他にもまだまだいろいろ、例えば物撮りのコツとか、あとはそう加工の仕方とかもやっていきたいので、こんなのやってほしいとかがあれば、コメント欄にぜひお願いします。私こういう話するのすっごい大好きなので、ぜひなんかこんなの見たいとかもあれば書いていただければと思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。いいと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではありがとうございました。